IHI は今日も動いています。だから IHI アイング。IHI の将来の社長です。ここ多々羅大橋での耐震補強工事現場を案内してもらいます。社長、こちらへ。で、次は何をするの？変異制限構造の工事です。もう一回。変異制限構造。変異制限構造、分かりやすく言うとストッパーです。ストッパー、これが橋脚です。そしてこれが橋桁になります。橋脚と橋桁が組み合わさると、これが完全には止めない変異制限構造にはなります。少しだけ動くようになってて、ここがストッパーになってるって意味だ。そうですね。橋が大きく揺れないようにして、隣の橋とぶつからないようになっています。隣の橋？では模型で説明します。海上に架かる大きな橋は、地震の時このように誘導延泊振動という揺れを起こします。で、隣の橋ってどこの？こちらの地上に架かる橋が揺れた時にぶつからないようにするのが変異制限構造です。こっち側の橋にぶつからないようにするんだね。ではその現場見てみます？見れるの？グリーンバックか。こちらです。おお、でっか。ちなみに社長、こちらの多々羅大橋、使われてるボルトの本数は何本だと思いますか？ボルトってネジのことだよね。1万本？違います。正解は40万本になります。40万本？40万本全部人の手で一本一本ボルトにちゃんと力が入っているか確認しながら締めています。へえ。こちらは 4P 橋脚の変異制限構造になります。へえ、結構すごい。いろいろな予防策を考えているんだね。そうですね。他にはあるの？はい、他にもあります。じゃあ見せて。はい、わかりました。 IHI は保全防災減災のために今日も動いています。 IHI